西野でーす。ナナです。さあ始まりました、エロチキンチャンネル。いや、これコロナされた後になんかやんの嫌。いや、もう別に何の考えもない。何の感情もない。感情、オープニングが一番感情ない。あ、よかった。そんなよかった。全部の感情殺してやってます。あ、なるほど。今日は、はい、なんか、うん、富永さんが、うん、なんかそのしたいというか見つけたらしいです。何か見つけた。何か宝。宝じゃない、そのワンピースとかじゃないんですけど。何かを見つけた。何を見つけたのよ。はい、ツイッターでエゴサしてたら、エゴサしてたら、そんなんしてんの？はいはいはい、何でエゴサしてんの？そしたら、とあるツイートを見つけた。とあるツイート、とあるツイート、あんま一語一句言うなよ、それあんま言ったらさ、あの、何する、エゴサされて、そいつがさ、攻撃されてたらかわいそうやから、うん、そういうの考えてやるよ。もうええわ、それ。何その、YouTube で何なのそんな。何なん、好感度戻しとかんとさ。戻しとかんとって別に下がってへんやろ。下がってるやろ。いつ手紙のやつ。何がやねん、下がってへんやろ別に。はい、ほんで。はい、内容が、まあ端的に言うと、うん、よろつきチャンネルのコメント欄が気持ち悪い。あ、よろつきチャンネルのコメント欄気持ち悪い。はい、気持ち悪い。なので、コロチキは悪くないけど、YouTuber 見ないっていうコメントが、めっちゃ怒ってあるやん。コメント欄の方なの、ほんで俺らの動画とかじゃなくて。え、俺は悪くないってこと？はい。え、そうやそのやっぱ先にそこ確認するなそのなんかなんか映画とかだったら絶対最初に死ぬよこれ自分の損得しか考えてないやん。自分の俺らは悪くないってことってまず確認してだからそのコメント欄がちょっとその方にとったら良くないんちゃうってことやな。コメント欄が良くない。俺はあんま思ったことないけど、ね、あ、そう。どうにしよう。俺はちょっとだけ思ってたけどね。えもう一人コメントあって、うん、ツイートあって、あ、うん、よちよち系のコメントを見たら鳥肌が立つ。よちよち系出た。なんか言ってたね。そういうことか、うん、よちよち系って どういうことですか。西のよちよち系っていう、めっちゃめちゃ気持ち悪いコメントが YouTube の俺らのコメント欄にはびこっとる。くさっ。アクリル板越しやもん。あ、そう、すごいね。あの、チャーレ、なんか多分これよちよち系ってあなたのことですよ。俺のもあったけど、俺のもほぼ200になったから。だから西のよちよち系とナダル一派っていうの分かれてるから。いや、ナダルよちよち系増えてんで今。ナダルよちよち系、うん、そういうことやと思う。なんだ俺のことばっか言おうとしてる。ほんならコメント欄見せてみろや。なんか最近の YouTube コメント欄、多分そういうことやな。ちょっと俺ほんなら見るから、何か間違ってるやつあって言うから、うん、ちょっと待って、ほんなら俺最近のやつ言うから。あれで、ナダルよちよち系、何、ナダルさんがこう一人で、何の動画、一人でめっちゃギャグやらされたやつ、うん、あの富永さんがどっか行って、はいはいはい、はい、これナダルよちよち系やろ。どれ、これはしんどい、笑、うん、ピンでギャグやり続けられる人ってすごいんだな、うん、これナダルよちよち系やな。どこがやねん今のはひどいやろ、今のコメント。だから俺のやつ見てられへんかったからピンでギャグやり続けてる。よちよち系やろ。よちよち系やん、俺のことディスってるやろこいつどこがよちよち系やん。あ、ほら、一発ギャグのレベルエッグいな、うん、のいや、よちよち系ちゃってたよ。ディスって正常なコメント欄やろ。ちょっとエッグいな、最初に。え、だってエッグいなってすごいってことじゃないの。すごいじゃん、エッグいなって嫌な意味やろ絶対。え、嫌な意味な。ほら、一つ一つのギャグの火力のなさが最高ですよちよち消えちゃうのよまあでもなんか普通に正しいコメントやからさ、そう、なんか多いのそれが。今日真面目に頑張るナダちゃん見れて嬉しいよとかさ。あー、なんか結構普通やから。普通じゃね、あのなんかやっぱナダちゃんって普通になってんのやばい。めっちゃ笑った。ナダちゃん無理なんだけど。ナダちゃんっていうところ、そのそれが言いたかった俺ずっと引っかかって、ナダちゃんって何っていう。ナダちゃん。芸人さんってすごいな。無音きついだろうに全部ちゃんと面白かった。だから普通すぎていじられへんのよね、うん、うん、それ普通に間違ってるじゃん今のも。そのいや、いじられへんよな、確かに。普通コメントは普通すぎるってことやろ。だから普通すぎへん、違和感覚えんかった。ナダちゃんもそうやし、うん、もうびっくりしたけど、ここでやってたギャグほぼアメトークでやってたけど、うん、凍りついてるのスタジオ
覚えてない記憶ないか、あ、出た、そう記憶なくなんねや忘れてた、すぐなくなっちゃいます、はい、なだちゃんや、とにかくなだちゃん、なだちゃん最高、富永さんも最高、このことを言ってるんやと俺は思うね、なだちゃん何やっても面白いみたいな、一生懸命なだちゃん可愛い、一生懸命なだちゃん可愛いって言われてどう、うん、そんなななださんよく言うやん、お笑いになんかいらんねん可愛いとかって、うん、その今回はどうなの、そういうコメントもないでやってかれへんからさ俺の時言うやん、うん、可愛いとかお笑いにいらんねんって、お前がちょっとそういうことやったから俺は吐き消してたんやずっと、だから一生懸命ななちゃん可愛い、俺は一生懸命やって上で言われてるから全然問題ない、笑かしてるからね、うんうん、お前ただただ可愛いって言われて金の靴履いて金の時計してただけやろ流暢やなその時だけ流暢やな、そう言うけどこんなんも来てたから俺がさ、なんか西の手紙書いてあったら止めながら勝手に隠し撮りしたさ、きっしょ壊れ動画さ、うん、あれのもキスの来てるだよほんまに、ほんとナダルは人間味あって好きだわとかさ来てるからさ、ほんとナダル人間味あって好きだわ、うん、だそういうのも来るわけよ、うん、そう、あ、それ好きなのおかしいけどな、あの暴言吐いてたやつやろ裏で、あの正直一人でもやれるみたいな、あのでも激ヤバ動画やろ、でもさ本当に上げたり下げたり感情ぐちゃぐちゃになる、うん、でも人の感情を揺さぶることができる人はすごい人と聞きましたとかさなんかもうな、どうなるな、いやだから今ちょっとコメント見た限り俺は全然問題ないというか、ナダルさんのあのギャグの回、うん、ね、あの過去一面白かったって言ってる人はどう思う、過去一らしいよ、分かってるなっていう、ああ見る目ある、あ、ほんならもう鼻バクってるわ、鼻が効かなすぎてほんならもう鼻がもうパンパンに詰まってるわ、いや、鼻詰まってほんならもうあかんわ、え、これはもうダメです、どっちが間違ってる富永さん、ほら無視だよ無視無視無視やから、いやでも、いやお前、ま、もうちょい待て、困りながら俺の方さ、ちょっとあ、そうだねほんでナダルの方さしてた、ヒデさん、ヒデさんが、うん、それ俺間違ってるもんね、ヒデキが、うん、な、何これ今のは止めなさってたやんか俺が間違ってるって言っておかしいで、ほんま俺に認めさすの、俺が間違ってるって言ってるお前だけそこ正常運転してる、俺ずっと変なこと言ってんだからコメントのキショイよ、分かってるよキショイキショイよ、だそれ俺に言わすんだからあ、キショイって分かってんねん、それを俺にまともな感じで出すんだから、あ、いや、キショイやろキショイやろ、だからコメントキショイって今言ったね、それが俺言ったらやつ、キショイって今言いましたからね、ナダさん本人も、うん、うん、キショイってなってるから、キショくはないよ、ナダちゃんどう、キショくはない、うん、ぬるま湯、ぬるま湯どう、ぬるま湯ずっと使ってたらどうですか、気持ちいいね、気持ちいいんかい収録の時とかマグマやから、うん、ぬるま湯ないときついのよ、あ、そこでバランス、そこでバランス取ってんねん、うん、サウナが水風呂ぐらいでいいね、水風呂ぐらいキンキンに、お前なんか 寒いみたいに言ってるけど俺にはそれがちょうどいいのよ、あーなるほどな、うん、ほなもうこれからはもうどしどしくださいでいい、うん、そういうコメント、ナダちゃんがどのこうのとかさ、もうナダちゃん大好きみたいな、うん、そんなんしか求めてませんから、あ、そんなんしか求めてない、ほな今回のこの動画のコメント欄見ものですけどね、うん、いやもちろんナダちゃん悪ない、西野おかしいでいいじゃないの、うん、ナダちゃんほら西野おかしいっていうのがおかしい、鼻聞いてないみたいな、鼻バグってるみたいなこと言ってるけど、うん、どっちの鼻が聞いてないかコメント欄で確認したらいいんじゃないの、あ、そうですか、いやー、ごめんなさい、西野、マジなと思う